今日は建国記念の日ですね。朝出させていただいた動画で建国記念の日撮影依頼があったので撮影させていただき、無事に終わりました。まあこの後懇親会なんでね、懇親会にちょっと参加して、今日講演いただいた江崎さんですね。8年ぐらい前に江崎さんとの日本会議の、まあ、講演会で、パネラーとして登壇させていただいてね、江崎さんの隣で話させていただいたんですけど、久々にということで、やります。まあ、今ちょっとね、パソコンのこの撮影したデータでちょっと今映してるところなんですけど、とにかくまあ、建国記念の日ということで、今日まあ、江崎さんがお話しされたことはどんなことかというと、台湾有事ですね。日本の防衛に関してです。まあ、中国が今一帯一路構想で、軍拡、そして、これによって台湾有事が起こる可能性が非常に高くなってるわけです。で、台湾有事イコール日本有事ということで、先島諸島ですね、昨年、4月に自衛隊機がね、陸上自衛隊のヘリコプターが墜落する、事故がありましたけど、とにかく今、何が起こってるかというと、尖閣諸島、毎日のようにね、中国が、来てますし、そういったところで今自衛隊の強化がされている中で、今後、まあ、平和の国、日本がね、平和ではなくなる可能性も出てきてるわけであって、こういったところはね、我々はしっかり考えていかなければならないのかなと思いました。私自身がまあ昨年は4ヶ月海外に出てまして、今年もね、昨年以上に海外出てます、出ていきます。台湾に関しては、久しぶりに再訪しようかのと今計画しているところで、沖縄は、昨年です。宮古島に訪問させていただいたんですけど、まだ行けてない石垣島であるとか、与那国もね、合わせていこうかと思っていて、とにかくこの激動の国際情勢ということで、私自身が、ま、世界の半分、101カ国回ってきた中で、まあ、非常に危ない状況にあるのかなっていうのはね、私自身世界を回ってみて思うところです。なかなかこの平和に見えるこの日本において、まあ実際今平和ではありますけど、治安は悪化してきてはいますけど、ただこれがいつ何時どうなるかわかりません。こういったところに関しては私自身がまあ海外出てね、いる中で、まあ平和とは何なのかというところも、感じるところではありますけど、とにかく、今後ね、生の、実情という国際情勢ということで映像とともにね、伝えていければと思ってます。台湾も本当に、まあ今日江崎先生の話を聞いて、久々にちょっと行きたいと思ってます。台湾ですね。台湾に関しては3週間って結構いろんなところを行って、ね、日本に関連した日本統治時代の建物とかもね、紹介させていただいたんですけど、ちょっと緊迫な状態にあるので、台湾も含めてちょっと今再訪を計画しているところでございます。ということで建国記念の日、後期2684年ですね、神武天皇が即位されてからということでこの新国日本ということで、今日は、建国の、記念の日ということでね、参加させていただきました。まあ、この後ね、まあ、政治家の方々とか、まあ、政治家、国会議員の方、木内さんも来られたしね、いろんな方と交流していきたいと思ってます。会社経営の方多いのでね、その方でいろいろと、情報をいただいたりとかね、つながり持てればと思ってますので、楽しみです。ということで、また、海外ですね、行く際、台湾もちょっと今行こうかなと今考えてるんですけど、現地より伝えていきたいと思ってますので、ね、楽しみにしていただければと思います。